はい、皆さんこんにちは、イカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化暁大付属、投手でやっていきます。で、暁大の強化内容が、仕様が変わりましたので、まあ、それを見つつやっていきたいと思います。で、デッキの方に関しては今回10決を、ね、入れるメリットがかなり上がりましたので、まあ、投手でやる場合は10前の1の生と、まあ、守る君、この2人は必須になると思います。だから前のね、あの強化暁大とかそもそも強化してなくても10決を入れるメリットがむしろデメリットしかなかったんで微妙だったんですけど、今回10決入れることによって、まあ、あの全ポジションの追求の理解度が上がるようになってます。で、好敵手の碇守君ですね、まあ、これはバージョンがいろいろ出ていることもあって PSR1 枚確保できればとりあえず50に持っていくのはそんなに難しくないといった環境になってるんで、結構皆さん助っ人に、設定してくれてます。なので探し出すこと自体はそんなに難しくないですね。まあ俺は PSR 持ってないんで、作り出すことはできませんと。あと暁大付属の強化の内容の性質上、骨イベントボーナス 120% があるとかなり経験点取れるんで、まあ、これ持ってるのはかなり重要ですね。で、球速171まで持ってこうとすると本当筋力と技術きつくて、で、コントロール上限アップ、スタミナ上限アップの両立がめっちゃ厳しいんですよね。で、虹谷に関しては、まあ、根骨があるのと骨イベント120があるんで入れてます。で、同栄に関しても骨 120% があるんで入れてます。あと従前一ノ瀬は、まあ、10決なんで入れてんのと、で、古谷と沢村で金徳の数を稼ぐ感じかな。で、同栄との絡みで、この2人で新街道を取って、で、沢村が変幻自在もらえるんで最後に余剰を倒して変幻自在を取っていこうと思います。10決最後の打倒はもう2人にこだわらず、この2人で金徳4つ取れると考えると、まあシナリオ金徳は1つ落としても問題はないかなというところです。で、あと古谷に関しては野手のポジションですね、もう持ってるので、まあ、追求の理解度上げられるので、まあ来たらちょっと積極的にやっていきますというような感じかな、とりあえずは。で、最初にコッツが来てるとね結構いいんだけど、なんもないんでこの2人にしよう。だから、まあこの高校のポイントはどれだけ早めにこう理解度を上げられるかなって、コツが来てくれないとちょっとね、ちょっと厳しいんだよね。三本松、五十嵐、二宮、七井、だから二宮って結構上がってくんだよな、やってると。いつもだったら最初余剰を下げてたんだけど、なんかここはよく分かんない、誰を下げればいいのか。特に下げたい人もいないし、そんなに変動するわけじゃないんで、まあ、別にいいかな。同栄で、同栄もコツ120あるんでちょっと下げられないけど取っておこう。ポンコツのコツも重要だしね。で、ここ誰がいいの、もうよくわかんねえんだけど、いっかりでいいや。これ誰が上がるの、五十嵐が上がるんだ。まあ、どうでもいいよ。ピッチャー2人組は速攻で倒せるからね。で、追求しよう。まあ、経験って結構もらえます、筋力、技術、精神で。逃げ球が5になったよね多分。で、あとやってるとね割と精神には余裕がある。やっぱね技術がめちゃくちゃ足りない。で、逃げ球はまあ取っておこう。もうで、コツはなるべく一ノ瀬でいこう。あとね、敏捷ポイントもちょいちょい必要になるんで、たまにやっぱり守備連を挟んでおきたいっていうのはある。で、これはどうしようか、体力減ってるから普通に放っておいて体力を回復させる。緩急も取れるし。一ノ瀬の候補地はどうしよう、機材切れ、一応これ見て守るくんか、悪くねえな、悪くないんだけど、一ノ瀬はね骨イベント率アップがないんで、ちょっと下がりっていうか上がりか、
経験点の上がりがなかなか良くないんですよね。あの10血全部倒せば、リリシス潰す、忘れた。10血全部倒すとめちゃくちゃ経験点もらえるんだけど、最初の方はちょっと微妙なんで、守るくんがいけるようであれば守るくんを狙っていきます。でこれはもう下下って怪我をしたとかじゃなくて、選択肢が下リリース潰そう。リリースで一応ちょっと練習を見つつ、ここはもうこれだな。で制圧、これはどうしようか。体力は割と余ってるんで下、上だとね体力は回復できる。でこれはどうする、体力回復させとこう、マックスに。でちょっと制圧は3で取っちゃいます。あとは怒りは、まあ、怒りは倒しちゃっていいよね、コツも来てるし。あと練習レベルもね、本当はタッグが組めるところが良かったけど。でここで必殺火消し身をもらえます。あと10血入れてると経験点がプラス40もらえますと。であと打倒するときは10血を絡めるっていう、まあ、入れてる10血を絡めるっていうのが重要なんで、一ノ瀬は速攻で倒せるから、ここは追求伸び、伸びを3で取るか5で取るかなんだよね。でフリアか、フリアも全部いけんだよな。あここみんな打倒できるね、スタミナばっかり上がんな。虹谷か、どうしよう。ちょっとフリア1回追求して理解度を上げておこう、まだ3だもんね。まあ、フリアもそこそこいいコツを持ってるんで、あとこいつ敏捷くれるんで、練習すると意外にでかい。それがで虹谷に関しては、まあ、一ノ瀬のドクター系と被らなければ何を選択してもいいような気はします。でちょっと見る、虹谷か、じゃあちょっと追求しよう。で経験点は別にそんなに、ただ野手の理解度が高まりますと。でこれはちょっと体力がないんでコントロールにして、同上メンタルで倒せるけど、メンタルは上げたくないんで、ちょっと経験点を見ながらさばけるものをさばいていきますか。木で1か、敏捷をちょっと使うよね。緩急はじゃあ潰そうで、低めも OK、 尻上がりも OK、 で勝ち運潰すでしょ、バント封じも潰しちゃおう。敏捷は5を使うけど、速球対抗心70か、筋力ね余るときは余るんだよね。1でいいやん。で 8% だったら強行する、1桁は強行する、2桁になるとちょっと回復したいかなっていうのはある。でここは構わないにして、ちょっと体力を回復させよう。でこれは二宮だけか、げーひどい。で一応見る、フリア血の瀬がいける、どうしようかな、理解度が上げられるんだよな。一ノ瀬を倒すか、コントロールは練習レベル上げて全然いいんで、一ノ瀬を倒しちゃいます。で一ノ瀬自体は経験点をめっちゃくれるわけじゃないんで、理解度要因ですね。でこれは行って、風呂入ってくれるとね体力回復するんだけどね、これどうする、頼まないと体力回復できるんだよな、頼まない。理解度が上がるんだけどね、うまくいくと。で特になんかいいものが来てるわけじゃないので、
ちょっと追求かけて、で一ノ瀬はねコツを持ってないっていうところがね欠点なんだよね本当に。ランバーズは使え、さてそこから一応打倒見つつ、いやこれ誰が打倒できるの7位か、いっぱい下げられるんでいいんだけど、ちょっと二宮がやばいんで、二宮ね毎回やばくなるんだよね。変化球どうしよう、球速が速くなるからねスプリットにしとく。でコツがマジで来てないから伸び取っちゃうか、いやでも技術結構使うな、伸び取ろう、少しでも球速コツの確率を上げる、手応えも取るでしょ。敏捷はまあ使っちゃってるよね。で打倒はしない、下げるだけ、二宮を。でコツが来てると、古谷か、打倒ができちゃうね。で一ノ瀬がいて、八島は倒しちゃっていいんだよな。てか二宮もう一回下げとく、回復しながら。あのねカロリーバー持ってきてるんで、まあいいやこっちにしよう。ここも構わない、とにかく体力で打倒見つつ、いないいないいない、二宮、二宮が結構下がってきてんな。五十嵐、あ二宮下げとくか、ちょっとコツと打倒がそこまでハマってない気がするけど、いやこれ無理だよ、さよならギブ。で同上のこだわりも最初は体力持ってかれるんで、ちょっと次いい練習が来たらカロリーバー食おう、コツとかね。守るくんか、つくもだしね、やっとこう、ちょっとカロリーバー食って変化球練習してコツもらって追求してコツもらう、よし球速でライジングキャノン付き合う。体力は減るんだけど、結局ここはもう追求せざるを得ないんで、回復しつつタイピン、でナンバーズは終わり、エースの風格も取った。でエースの風格がね臨床ポイント使うんで、ちょっとね用意しとかなきゃいけない、7じゃ足りないはず、12とか使うんで。でここで変幻自体取れたんで回収しちゃいましょう、忘れないうちに。タイピンもまあ精神は大丈夫なんで、で球速が少し上げときますか、筋力をさばくっていう意味で。で沢村、虹谷、一ノ瀬がいる、二宮と六本木倒す、六本木じゃなくて三本松倒せんのか。変化球レベルが上がること自体は歓迎なんで、ちょっともうバッ使っちゃおう。待って、そうするともう少しさばいとくか、まあ、500は手に入んないと思うけど、さすがにね、一ノ瀬が絡んでるんで、ここは打倒します。2人、これもう100くれっかんね、牽制で100、キレはもう大丈夫か、 みんなめっちゃ上がってんなこれあまりね考えなくやってる最近。エースってなんだと思う、ゲー体力減った経験っていっぱいくれんな。ここは体力回復でいこう、健康に過ごす。中吉で一応コツが来てる、もうカロリーバー食い尽くしちゃったんで、体力本当に気をつけないと。でキレ回収する、でもう B 賞が2しかないからね、あとないとか、牽制か、牽制も敏捷じゃねえかよ。というわけで、まあ、3つ1の瀬おいしい、同上か、打倒ポイント7、1の瀬が絡んでるから7なんで、1の瀬をもう1回やっておくか、同上だと
経験点がめちゃくちゃくれるんだよね。で、コンコツ取ってないんで、ちょっと、こっちにしよう。よし、とりあえず3かな。で、7に勝って、これ結構下がるよね。で、試験を受ける。つくも。つくもって割とポイントあった気がする。あんまり減らしたイメージがないからね。で、スプリット。142キロのスプリットがまあまあ速い。いや、普通の選手にしてはだよ。パワープロ的な話じゃなくて、一般的な話。一般的な高校生の話。142キロの球速でゲー打ってきた。本塁打かよ、しかも。ここね、経験点、ってか、スコアマックスでいくと経験点めっちゃくれるからね。それはもう、叶わぬ夢だけど。てか、むしろ、やられそう。スプリットで攻めよう。意外にミートがあるからね。スコア19でどんくらいくれる？ 50 くらいは欲しい。全経験点どうだ。25、半分だったか。で、声出しも特訓しよう。人気者で一応打倒は見れるけど、光が絡んでんのか。どうすっかな。追求しておこう。で、コンコツ OK。 カイザーライジングはカツを入れる。カイザーライジングは取らないけどね。どうする、取る、それか。せっかくだから取るっていう。で、マラソンはぜひやっておきたい。つくもか、どうしようかな。倒しちゃおっかな。これ美味しいな。マラソン絶対無理だけどね、これやると。マラソン絶対無理だけど、ここはマジで美味しい。つくもだって3でしょ。他だ、1,2,3,4,5、 何人、 1,2,3,4,5、 6人か。五十嵐しかまあまああんのか。いや、ちょっとこれやりてえわ。ちょっとマラソン捨てる今回。まずちょっと球速上げとこう。155くらいで、やっぱり精神がダダ余りしてるから打たれ強さを取っちゃう。で、かつ投手も取っちゃおう。で、根性も取る。大丈夫か、本当に。本当に大丈夫かっていうのはちょっと心配になってきたけど。で、スプリットは7にしちゃう。で、2人打倒しちゃおう。よし、行こう。これはもうマラソン捨てた。マラソン捨てたんだから、その分どっかで持ち直さないと。黒パイ、あ、疲れてる。俺は疲れてるんだよ。よかった、これさ、マックスになった。マジでやる。上りか、ちょっと少し飛ばそう。あんまり飛ばしすぎてもね、すごい上りか、少し飛ばそう。平地か、少し飛ばそう。すごい上りか、もうちょっと無理だな。どうよ、マッサージのおかげだ。マジで、っていうか変化球7にしちゃったからさ、変化球が上がんなかった。ちょっとあれだったね、もったいなかったね。それを何にも考えてなかった。これ7になると変化球上がるんで、うまくいくと。で、対強打者もいいや、取っちゃおう。コツつかんだやつはどんどん取っていこう。暴れ玉も取る。 OK。 打倒ができる。一ノ瀬絡んで余剰か。余剰はちょっとやらない。さて、あと何人だっけ。 1,2,3,4、 まあまあ平均的な感じだね。下げられるやつを下げていきますか。敏捷欲しいんで、ちょっと五十嵐を下げます。ここであと、なるべく体力は高めに保っておきたい。力強さで、コツを見つつ守れた。五十嵐倒せんのか。倒してえな。打倒優先しよう。ここ経験点結構すごいしね。
で、イカラシ倒すと倍になるから14、14か。ちょっと厳しいな、それは。だったら理解度を上げておくか。脱三振。いや、もうちょっとこれ安定を取らせていただきます。水風をかかんで悲しすぎる。特に何にもなかった。で、体力もないし、ここは追求をかけます。で、球速がまだ3なんだよね。ちょっと上げちゃったけどさ、そういえば5になってると思ったら全然なってなかったわ。で、球速、やる気が下がった。ほら、いけ。よし、これ結構ね、成功しやすいと思うんだよね、怪盗。てか技術がね、やべえ、降るや。養生かよう。養生は倒さない。人がいない。経験点すげえ。経験点すごいけど、ちょっと金徳のことを考えると倒したくはないんだよな。やっぱりやることがないな。遊ぶか。やる気を上げて、で、ちょっと一旦休んでもらって、ちょっと待って、街道を取らないと。どう、つくもか、虹谷。いや、誰も絡んでない。いや、ここすげえ技術。3人重なった。で、ここどうしようか。キレは B 賞使うからストレートにして1ノ瀬減点投球にしよう。よしよしよし、危ねえ危ねえ。これでさ、もうイベント被るのが一番最悪だからね。街道取って、で、ちょっと打倒見て、いないいないいる。で、変化球か。変化球2球種目覚えよう。じゃあ高速スライダー、今回速い系の球で絡めて十血を。4月くらいにはなんかもう完全にみんなポーカーフェイスか。マジだね。いけ、西谷、お前の力を見せてやれ。おお、いいね。ドクター K で打倒。ここ誰、同上か。 22% 無理だ。もうアイテムはない。食らい尽くした。いや、22は無理だよ。寝よう。これはね、一ノ瀬くんがいるんで経験点になります。 OK、 さすが西谷。ちょっと余剰が半端ないことになってんな。余剰は最終的にね、どん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 直に下げていくからね。球速を上げてこう。いや、めちゃくちゃ必要だよな。技術も何気に使うからね。で、スタミナいらないっちゃいらないんだよな。だからそれを考えると、変化球でちょっとつくも下げる。だと誰、一ノ瀬だけか。同上、五十嵐、ちょっと同上だな。いいのがなければ追求かけて経験点をもらう。一応続けよう。余剰1下がった。これ1だもんね。そんなにいい感じではない。で、五十嵐倒せるか。ここすげえな。誰も絡んでないけど、つくももまあまあいけんのか。倒そう。守るくん絡んでるんで。ウォーカーフェイスとか、マジかよ。超もったいないよね。で、焼肉でイベントはかなりいい。しかも余剰は来てくれた。1、いや1だけどね。で、沢村、ここはいないから下げる意味で
幼女うまくいけば2人倒せるんで。どういないか、こう打倒がね1個だと、お重なってるんじゃないかっていう期待感。てか幼女まだあれか、通常だと倒せねえのか、射程圏内に入れとこう、いつでも倒せるように。でどうだ、1人怒り守る 14% か。強行するか、これ強行したいな。ちょっと変化球、変化球ポイントもね結構使い、強行しよう。キャー、怪我した。やっぱり2桁は厳しいよね。もういいよ別に、ここはどっちだって打倒するとね監督の評価上がっていくからね、割とここは試合が出れる。だ監督を練習で追わなくていいっていうのは一つ気が楽。虹谷に変えられてた、もうスタミナなさすぎるからな俺。よし、やる気は戻った。でちょっと回復して、これはやめておいて回復して、よし結構持ち直した。どうだ、1人なんでみんないないんだ。沢村って何持ったっけ、コントロール70。よしやろう、また練習できるよねこれやっても。やろう、怒り来い。俺球速160いくつだっけ、突破はしてないけど。スプリット見してやる。ギャー、嘘、今のセカンド。どうよ、162キロ。コントロールとスタミナ、ほんと全くないからな。コントロールまだいいなんだ。やっぱりね、下に落ちる変化球が使いやすいと思う。実戦があるやつは、下変化球がないとね、ちょっと厳しいんだよね。危ねえ。危ねえ。1本スコア26、これ100くらいくれるっしょ、100くれ、ほら100、でかいでかいでかい。でフェイトです、これもう守君の評価が下がるだけだからな。どういうイベントなんだよ全く。で打倒、おおつくもやっとくか。ちょっとこれあれ、スタミナに回せるかな、ちょっとインが欲しい、さすがに65。いや全然全然筋力足んねえわ、やっぱりめちゃ使う。もうつくも倒します、これで余剰も倒せるときに倒す。160、縛りとかめっちゃ上がったな、これ射程から外れたんじゃないか。でようやくこれ一ノ瀬金徳か、大丈夫これ終わる。打倒ができるんだけど、打倒ができるけどさすがに最後は絡めたいんで、これももう正直何でもいいんだよな。ちゃんとちゃんと歌いましょう。で下ちょ、打倒ができる、絡んでない、絡んでないから守備もな、大してだな。変化球やっとくか、やることねえし。これはこれかよ、変化球無理です。一応頼んどこ、一応ね。気温も下がった、やった。いやーこれ絡んでくれないとかなり厳しいんだよな。いや全然絡まねえわ、最後ここまで、ここまで伸びるか。ちょっとしっかりと取っとこう。でちょっと待って、マジで打倒できないっていうのはありえないんで、6月の3、
ここ追求して最後ぶっ倒すか。二塁とか超どうでもいい。打たれた。減点投球。よし絡んだ。最後に絡んだらようやくだ。でこれ絶対精神溢れるよね。300くれるんで最後。怪物球威取っとこう。安いしドクター K も取るか。あとは緊急登板。要所も精神使うね。安全圏も平均的。あ、内角取ろう。で火消し人は意外に筋力なんだ。まあいいや。よしこれで最後いきます。ポイント。ちょっと打倒が遅かった。やっぱ4条残すと結構厳しいよね。で300ポーカーフェイス何回くれんだよマジ で、 あとはコツが来るかどうか。よし変化自在めちゃくちゃ重要だから。コツがこっからどれだけ来るか。虹谷悪くない。守る悪くない。で伸ばせるか。108とかもすげえよなここら辺。一応171、187から208わかんねえわかんねえけどいっぱい手に入れたんで。コントロールこれ持っていけないよ。ちょっとコントロールを持っていける自信がない。だからやっぱり技術が足りないんだよ。で新変幻自在は取るでしょ。で変化球もまあまああるんだよね。でどうしようか。じゃあコース、あシンキングツーシーム最近ちょっとやっぱ新しい変化球ね取り出してるからね。シンキングツーシームを覚えよう。でここはまあ守君だね普通に。でポイントもらって、で一ノ瀬がいたらちょっと一ノ瀬優先的にコツを追求していきたい。でここはもうサクッとやっちゃいます。試合はカットで。スタミナ切れで最後まで投げきれん。あこれね意外に体力回復で役立ってくれるんだけど特にないな。結構くれんね。で追求かけます。これも10血全員倒してるんででかいよね。めちゃくちゃでかい。マジで経験点がこれがどれだけ取れるかなんだよねやっぱり。これここだな。はい、やっぱりね10血を早めに倒しておくっていうことはねかなり重要だと思う。で一ノ瀬でねこれ技術どれだけ稼げるかでねコントロール持っていけるかが決まるだよね。変化球ポイントもくれるし一ノ瀬で。そうするとねただ精神が今の段階でもめっちゃ余ってるけど一ノ瀬精神も100くれるんで。コントロールとスタミナがしょぼすぎる。やっぱりこの技術不足をどう埋められるかっていうのがかなり課題。これはここだな。沢村は別に追求で経験点くれるわけじゃないんで。怒りとの勝負か。171キロのスプリット。スプリットが別に171出るわけじゃないけど162で落ちてくるのか。とんでもねえな。164キロで曲がるからね。見してやる。171キロストレートの新回答。カイザーライジングあるとね。ガッ！怖え。やるな。ちょっと慎重になってしまう。これは？あぶね。もういいよ別に。筋トク取れるから。速球プライド。で、虹谷か。悪くない。守るか。26% か。もう一回怪我してるからね。ちょっと抑えましょう。限定投球取ってねえじゃん。エースの風格。技術が足りねえ。速球プライドと。縛りはちょっと取ってらんないな。敏捷ポイント的に。さてどうしますか。やりますか。26%。よし。もう次は絶対あれ。
これスタミナ増やせそうだね。なんか筋力どんだけある？292か。やっぱり技術だけちょっと突出してないな。全開を後で取ろう。げ、引き死に取ってねえや。さあ追求の時間だ。もう死んでしまう。一応見る。無理。同盟のコツやりたかったけどね。さてここも打っていきましょう。でスタミナ上げられそうだな。技術足んないんでまずはやっぱりこれだな。で全開取るか。じゃあ縛りは無理。火消し人取るとちょっときつそうだけど取っとこう。もういやこれさこれひどくない？ポーカーフェイスとか牽制もコツは取ったけどちょっと取ってらんないんでちょっとスタミナ D にはしておくか。じゃあ大丈夫でしょう。これ最後さエースの風格だけ取ってさ技術が足んなくなってさ何もできないパターンになりそう。じゃ足りねえ。まだまだ足りないからね。変化球ポイントむちゃくちゃ余ってんな。超もったいない。ここで1の席来てもさ少しでもスカウトさん評価を上げつつ技術エピローグポイントをもらえるわけじゃないからね。彼女がいるわけじゃないから騎馬はねマジで嫌い。ジャイロボールの仕様が変わってから全く打てなくなった。吸収1ギリギリで本当はだから技術もうちょっと使って変化球を上げたいっていう。負けた。40点取れなかったから技術がない。一応ここはいける。何もない。中継ぎにしとこう。経験点自体はそらね1万5000に行くかいっていうくらい。だから今回打倒が遅かったんでそこが響いてるよね。技術1の線で2回くらいできるとやっぱ違うんだけどちょっと1の瀬がそもそも1回もできなかったっていう。対左とかねコツ掴んでるけど取れないし、あとポーカーフェイスがね3回来たのがねマジイカれてるよ。まあ、そこは運が絡んでくるんでしょうがないというところですね。変化球ポイントもちょっとだいぶ余っちゃったんでポイントがねもったいないといえばもったいない。コントロールとかなさすぎるから意外にスタミナ伸びたな。で1000ポイントくらい余ってるからねこれ。まあ900くらいか。うん、まあこんな感じですね。あと技術だね。やっぱり技術をどうするか。でそこがうまくいけばまあ暁大付属も悪くはないと思います。一応中継ぎとか抑えとか大して作らないから。これでコントロールとかね上限突破できればまた強い選手になるんだろうけど、球速を171まで持っていくっていうのがやっぱ結構厳しくてね。まあ、経験点的に、まあ、最低でも1万5000欲しくて、であとは1000丸がついてどこまで伸ばせるかといったところです。技術とにかく暁大付属は技術が結構不足するような、イメージの高校でしたということで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。